えじゃあ次ですね会員ネームサンバードさんです <laughs>、はい、星さん中村さんパッピー, 2> ー第2章見てきましたありがとうゴーレムの重厚な動きや戦闘シーンは大迫力で手に汗握りました<ー>でもそれ以上にキャラクターの表情がいいですね<ー>一瞬躊躇するところや苦悩するところや疑心暗鬼になるところが表情や演技でひしひしと伝わってきましたゴーレムとゴーレムの戦いでもあり、うん、人間と人間の戦いでもあるんですね第3章以降でゼスとライガとたちがどうなっていくのか今から楽しみで仕方がないですと、うん なるほど。そこ分かってくれちゃいましたうゴーレムだけじゃないゴーレムの戦い以上にキャラクターとキャラクターの,この心,理心理的なこう葛藤や、ねはい、ドラマが、ね、あるんでそこまで見てくれた。そう ですね、あもうあれですね狙い以上ですね,ね <laughs> アフレコでも絵が、まあ、白いところもありますけど、うん、その線画というかまだ未完成なところもありますけど、うん、結構色できてたり、うん、動いてたりとかねうん、うん、してくれてるところもあり。 非常に劇場でやる作品としてのアフレコでは助かってるところね。ありますよね表情が分かったりとかすごい気合の入りようというかねすごい細かく書いてくれてるっていうところがあるんで我々もそういう部分でも引き出されるとそうなんですありがとうございます中く君はただ単にいい声出してるだけじゃないんですよちゃんとね引き出されていい声になっちゃってるのああそうそうそうすか。何もなかった永く君もねいい声出ないんです正直 ただやってないいい子出ない。そう作品がいいといい声出るんですよ。ああ、そうそうかもしれません。うどうどうなんだろうか。<laughs> <laughs>